ごい。あのあれよりあれより本格的だよ。なんだっけ、免許証より本格的じゃない？ちょっとね、この診断するで診断してみたいと思います。時間が余ったらね、お歌を歌いたいので、お歌のリクエストも考えておいてください。まず、名前、なんかやらかした。奥本ひなの。女性、女尊です。2003年、10月。次の質問。はい、ということで、ここからね、恋愛履歴書を書いてみたいと思います。女性の友人だけが集まった席で、とある女性 A が、私寂しかったら浮気しちゃう可能性があるかもと言ったことを、後日女性 B が SNS 上で、過去みんなが見ている場でバラしてしまったとします。あなたが同意できるものを全て選んでください。なかなかすごい修羅場だね。初っ端からいきます。浮気するような人、過去女性 A は、そうやって誰かに公開されて当然だと思う。仕方がない。いや、それはない。女性 A は、浮気するかもなるという危険な発言をした時点ではバラされる覚悟が必要だったと言える。自業自得だと思う。いや、そんなことない。女性 A は、友人を信頼したことが間違いだし、自業自得だと思う。いいえ。本当のことだからバラされても仕方がないと思う。いいえ。仲間内の発言を SNS で晒してしまう人が一番良くないと思う。はい、これタブーですよね。なんか女の子同士とかで話してることを後日あの他の人に話すっていうのはタブーだと思います。ところで、寂しかったら浮気していいわけではないが、場合によっては仕方がないと思う。気持ちや事情による。うん、でもさ、浮気がどこかにからかにもよるくない？寂しすぎて浮気した人がいた場合、寂しがられた側にも少しは責任があると思う。はい、寂しいからといって浮気をしたら、浮気した人が 100% 悪い。寂しがられた人に責任はない。いいえ、もし将来ね、私が浮気をしてしまったとします。そしてその浮気がバレました。その浮気がね、バレてしまいました。私はその浮気バレてしまったから問い詰められます。なんで浮気をしたんだと問い詰められます。きっと私はこう言います。え、だって丸々くんが私を寂しがらせたからこんなことになったくない？丸々くんが私のことちゃんと構っててくれたらこんなことにはならなかったくない？だから、ひなめろ全然悪くないと思うし、なんで責められてるかわかんない。こうやって言います。まるまるくんがもっと構ってくれてたらこんなことにはならなかったくない。こうやって言いますね。はい、続いて、世の中の全員の知識や技能が一旦なくなったとします。あなたの当てはまるものを全て選んでください。1週間ダンスの練習をしたとして、普通の人よりだいぶ踊れると思う。はい、裁縫で取れてしまったボタンの付け方を教わるとして、多分普通より覚えるのが遅い。なかなか習得できないと思う。これね、私ね、ボタンをつけるのとか、なんか、あ、なんて言うんだろうな、帯締めじゃないな、最後にするやつ、こうやって玉結びとかね、家庭科のやつはなかなか上手なのよ。私すぐに覚えられるし、なかなか上手だから多分できると思います。スーパーでのレビュー中の仕事を覚えろと言われたら、多分普通より覚えるのが遅い。なかなか習得できないと思う。これはね、多分できないと思う。麻雀やボードゲームなどの説明を受けて、とりあえずそれなりにできるところまで到達すると思う。普通より早いと思う。まあそれなりにできると思います。平安時代の歴史を1週間ほど勉強して、興味を引くように分かりやすくみんなに教えろと言われたら、普通よりはできると思う。できると思うな、これ。あ、間違えた。ちょ、できると思うにチェック。
あなたが海外旅行をした時にフレンドリーに可愛い動物を抱っこさせてくれた男性がいて、動物と一緒に写真を撮ったら1万円ほど金額を請求されたとします。なんだそれ。あなたに当てはまるものを全て選んでください。そういうことになったら泣きそうになるあたり泣くかもしれない。泣きそうになると思う。とにかく焦りながら流行ってしまうと思う。自分のミスを極む。払わない。絶対に騙されたとは思わず感謝して1万円を払う可能性がある。写真も撮ったので金からの仕方がないが、交渉して1万円はさすがに交渉はする。とにもかくにも絶対に払わない。絶対に払わないってなったら海外がちょっと怖いかな。交渉するかな。払えないのは当然として抗議か何かの形できっちりやり返す。それはしない。騙されたと嘘し感じながら、まあ動物飼い方たち思い出もできたし1枚なら悪くないかと自分の中で言い訳をするかもしれない。そういうことが起きた場合の話はともかく、実際は自分はそういうミスを警戒しているの。その手のミスはしない。騙されない。そもそも海外で動物を構っている、動物にその動物可愛いとか思ってる時間はあんまりないと思うから、はい、実際にそういうことが嘘だが、少なくとも一人では海外に行けないと思う。そうだね、一人では海外には行けないかな。部屋の人柄についてあなたに当てはまるものを全て選んでください。感謝する人はいても、尊敬する人や感服する人などがほぼいない。感謝する人は確かにいるけど、感服する人ってなかなかいなくない？いるのかな。感服する人は多分いないと思う。感服って何か分かんないけど、あの服従するとかそういうことでしょ。誰かに従いたいとかはないかな。割といろんな人を単純にすごいと思う方がすぐ感心する。芸能人やアーティストや何かのキャラなど、ほぼ常に誰かを推している。ほぼ常に誰かのファンだ。これね、私推しっていうものができたのが高2のヒロアカにハマってからなんですよ。高2でヒロアカにハマってから、轟翔人くんっていう推しができたんですけど、以前は推しっていう推しがいなくて、そもそもアイドルグループとか、アイドルグループとかなんかのキャラクターとか全然分かんなかった。だから轟だから、これは当てはまんないかな。複数人で会話する機会があっても自分の見解などを求められていないだろうなと思っている。ネットで出回っている言説とかニュース記事すらもそのまま受け取らない方だと思う。やろうと思えば災害時にデマを生み出して広めることができると思う。自信がそこそこある。最低だな。車にクラクションを鳴らされるだけで結構早くもちょっと引きずる。この世界は完璧ではないが、それでも概ねいい世の中だなと感じる。この世界に生きていてよかったなと思う。まあどうだろうな。そう、クラクションで思い出したんだけど、あのこの前美容室に行ったんですね。ママと美容室に行って、あのその帰りになんか道路が2車線の道路があったんですけど、その2車線の反対側のところでなんか車ちょっと事故っちゃってたみたいで、車となんか警察が2人くらいいて、警察の方が2人くらいいて、でその1車線側のところに行かないといけなくて、でちょっと狭かったんですよ、その2車線だけど、なんかその一個一個が狭い道路で、ママが通れるかなって言ってゆっくり通ってたんですね。怖いじゃん、人もいるし、事故ったら怖いなと思ってゆっくり通ってたら、なんか警察の一人がなんか早く行けよみたいな、めっちゃ睨んできて、と思ってめっちゃ睨んできて、こうやって早く行けよみたいな、こうやってされて怖いと思いました国家権力怖いと思いました。そうだから私は怖いと思ったと同時に、その警察の方にあの車が通り過ぎるまで絶対に目を離しませんでしただから5秒間ぐらいずっと見つめてて、こうやって5秒間ぐらいねずっと見つめ合ってたからそう、改めて境遇や周りの人々を見渡した時、自分は幸運な人だなと思う。ありがたいなと思う。はい、これ本当にね、あの人に恵まれてるんだよねそう、野次馬と思われたのかな。ゆっくりママがこうやってさ、右左って無意識確認しながらこうやって頑張っていってるのにさ、こうやってやってるから、もう許せなくてママ頑張ってるのに
こういう気持ちを言っていいものなのか、いや抑えるべきか、こういう要望をしていいのか、いや迷惑か、といった感じの葛藤をすることはありますか。当てはまることを全て選んでください。それはもう頻繁にあるし、ぐるぐる考えてものすごく疲れる。はい、疲れるほど悩まないが、そういった葛藤は日常茶飯事だ。疲れるからあれだな、そこまで葛藤しないと思ったことがあればシンプルに伝える方だ。いいえ、こうした葛藤しているうちにどうして自分ばかりこんなに悩まないといけないんだっていう怒りが湧いてくることがある。めっちゃある、わかる。逆の立場になってみた場合、自分は思ったことをどんどん言ってほしい方だ。自分の中で抱え込まないでほしい。はい、こうやって抱え込む人をちょっと面倒に思うことが多い。抱え込むよりは言ってほしいよね。逆によくそんな悩んだり苦しんだりできるなと思うことが多い。いいえ、あなたの恋愛観について当てはまることを全て選んでください。気丈で自信のある異性とは正直張りがそれが合わないと感じる。いいえ、私ね、自信のある人がいいと思う。誰かとデートすることになったとして、二人が喜ぶちょうどいいデートコースというのを発案する自信がない。いいえ、世間知らずとは、優柔不断な人は見た目がそこそこ良くても恋愛対象はなりにくい。はい、デートした相手がそこでどこで感動するのかよくわからない映画でボロボロ泣いていたらちょっとためを引く。いや面白いと思う。聞かない、むしろ好感度アップする。うん、不安だとしても自分の交際相手はモテる人であってほしい。はい、もうこの後の人生で恋愛する相手は一人でいい。いえ、今後一人としか恋愛できないとしたらちょっと嫌だ。そうだね、嫌だね。友達が多くてファッションをいつも磨いている人とまともに付き合っていけると思えない。いえ、正直ちょっと恋愛にも人生にも疲れた。何かが起きるより誤り起きないでほしい。人生に疲れたって何、どうしたんだろうこの人。あなたの人付き合いなどについて当てはまるものを選んでください。勉強や仕事で自信をなくしたとき、疲れたとき、誰かと食事に行くとしたら、それは同性より異性の方がいい。いいえ、同性しか勝たん。ファーストフード店で異性3人と自分計4人でトークを繰り広げるとしたら、多分いつも通り振る舞いができないと思う。いや、できると思う。特に問題ない。いつも通り振る舞えると思います。はい。引っ込み思案な同性の小学4年生と2時間一緒に過ごすとなったら、仲良くなれる自信がない。いや、仲良くなれる自信しかないね、これは。これはそうだね。言葉が全く通じない外国人3人を観光案内するとしたら、あ、ごめんなさい、海外の方3人を観光案内するとしたら、打ち明け取れる自信がそこそこある。ある。 SNS なので友人や少し遠い都関係の人の近況を知るのは結構好きだ。好き。今から写真を趣味にするとして、一人で撮影に行くよりみんなでワイワイと撮影に行きたい。はい、どちらかというと一人で行動したい。一人行動は好きだけど、写真とかはどうだろうな。英語苦手でもさ、でも、ま、みんなでしょ、みんな言葉通じないんだったらさ、分かり合おうと思うやん。だからいける気がする。複数人と会話するときでもそこそこ発言は多い方だと思う。ずっと喋ってると思う。複数人と接した後、なんだか分からないが、いつの間にか傷ついてたり疲れている自分に気づく。そういうこと今まで何度もあった。あー、でも友達大人数とかと遊んでて、その時はめっちゃ楽しいんだけど、帰ってきたら、はあ疲れたと思うから、疲れてんのかな。なんだかんだ人間関係 か恋愛のどちらかでいつも悩んでる気がする。まあ、人間関係は悩んでることが多いですね、私は。あなたの活動について、あなたの活動などについて当てはまるものを全て選んでください。朝7時に集合してテーマパークに向かうという約束があったら、睡眠は大丈夫か、1日体力は持つのかと不安になる。いいえ、やりたいことが多すぎて限界が来るまで、ね、できれば寝たくない。はい、活動しすぎた日はたまに熱が出る。いいえ、一旦横になるとめんどくさくてできるだけトイレに行くのを我慢する。はい、目の前に階段があって、少し離れた時にエスカレーターやエレベーターがあってもためらわず階段を上る。いいえ、友人らといる時に鼻歌を歌う可能性はゼロに近い。まずやらない。悲しいことがあると勉強や仕事などやるべきことがあってもはかどらなくなる。響きやすい。うん、何らかの都合で3食くらい連続でファーストフードを食べることになっても別に気にならない。問題しかない。近くにいた知らない幼稚園児がいきなり折り紙の自慢をしてきたとして、笑顔で褒めてあげる自信がない。いいえ、多分ノリノリで褒めると思う。はい、これ聞いてほしいんだよね。この前さ、
友達の誕生日パーティーをするのにケーキを買いに行ったんですよ。でケーキ屋さんに行くのに橋を渡るんですね。私の家から橋を渡ってケーキ屋さんに行くんですけど、あの橋にねまずワンちゃんを連れた小学生くらいの子とすれ違ったんですよ。ワンちゃんがめっちゃ元気に、すごい息のいいワンちゃんが私のところにね、あのパッ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 ハッハッみたいな走ってくるのよ。まずそれを私を警戒に受け止めて、ワンちゃんが「あーかわいいね」って言って、なんていうのみたいな、小学校ぐらいの女の子と話して、で ありがとねワンちゃんって言って、その子にもバイバイして通り過ぎました。でちょっと過ぎたら、その橋のもうちょっと橋終わるかなくらいで、あの幼稚園くらいのね男の子、もう めっちゃ可愛かった。なんかすっごい笑顔の男の子とすれ違って、あとお父さんとすっごい笑顔の男の子とすれ違って、その男の子があのちょっとだいぶ前から通り過ぎるまでずっと私のことを見てるのよ。だから部屋のその子に向けてニコーってしてくれてやりました。マジね、人との関わり結構好きだからな私。だから多分ノリノリで褒めると思います。これまでの経験について当てはまるものを全て選んでください。ほとんどの面識のない人からいつの間にか好かれていたことが何回かある。これ自慢じゃないけどあるんだよね。好かれて面倒なことになったら嫌だなと思いながら、少しその人にそっけなく振る舞うことがこれまでなんか何回かあった。あるね。小中学生の頃割と喋ったり活発のオーラだと思う。そうね、話してしかなかったね。小中学生の頃勉強は世間一般での上位 30% くらいに入るくらい得意だった。それはない。上にチェックをつけた上でさらに上位 10% くらいに入るくらい得意だった。それはない。それはない。自分の周り過去仲のいい人たちはおしゃれな人が多い。本当にそう、おしゃれな人多い。すごく好きになった人から好かれた経験がほとんどない。そもそもすごく好きになっていない。逆に好きになった人から好かれずに終わった経験がほとんどない。わからない。自分自身の有無はともかく、よく人から見た目を褒められる。そうね、褒められるわ。服装やその他のファッションについては普通より高い美意識を持って楽しんできたと思う。そうね、好きだよ服。逆に大いに無頓着の方だったと思う。あまり意識を割いていない。いえ、今まで交際経験がほぼない、または全くない。幼稚園の頃は多分あれだから、全くない。あなたの振る舞いや感じ方について当てはまるものを全て選んでください。例えばソフトクリームを買ってお店の目の前で落としてしまった時、もう一個もらえないかなと期待する。落としてしまったアピールはちょっとする。うん、する。あ、ちょっと落としちゃったな、あ、やばい落としちゃった、すいませんティッシュいただけますかとは言うね。そしたらさ、どうしたのかなって店員さん思うじゃん。でアイスクリームを押してる、あ、一個あげようみたいな。期待はしない、ちゃんと片付けて買い直すか諦める。いいえ、出かけるときなんだかんだで準備がギリギリにバタついたり出発が遅れることが多い。めちゃくちゃ多いね。逆に時間に余裕を持って行動しすぎて早く着きすぎたり時間を持て余すことがよくある。ない。買ったものを自分で壊して汚したりしたのにそれを返品したことが何度かある。いいえ、正直言うと人の話を聞いたり共感することの効果がよくわからない。それだと何も解決しないように感じる。いえ、知らないおじさんが自転車を 10台くらいドミノ倒しに焦っているのを見かけたら一緒に起こすのを手伝ってあげると思う。うん、手伝ってあげると思う。本当のところを言うと、誰かと付き合ったとしてもっといい人が見つかればどんどん乗り越えたい方だと思う。乗り換えたい。あー、どうだろうな。でも確かにそうかも。誰かと付き合ってたとしてもっといい人が現れたってことは、もうその人に魅力を感じなくなるでしょ。悲惨な事件などのニュースで心を痛めて落ち込んだりショックを受けたりすることがよくある。落ち込んだりはないかな。逆に全くない。悲惨だなと思うことはあっても感情に響いては来ない。そうだね、悲惨だなとは思うけど。あなたが同意できるものを全て選んでください。男女ともに恋愛する気があるなら体型やファッションなど向上できることはちゃんとするべきだと思う。はい。見た目から価値の上下や人柄を判断することはあまり好きではない。でも私正直
頭の良さで人間の価値を決めるってなったらめちゃめちゃ最下位だから、それはちょっとそれはちょっと避けたいかな。付き合うにあたってある程度の勉強や賢さはお互いに必要だと思う。同じレベルで話ができないと信じたい。いや別にそんなことない例えば自分の好きな人が高齢者や地面に座り込んでる立てないでいる人のところを助けずに素通りしたら一気に幻滅する。そういう人とはやっていけない。やっていけない、無理無理無理。やともが少ないちょっと猫背なメガネが似合うゲーム好きな人をイメージした時、もちろんその他に要素あるが問題なく好きになると思う。抵抗は感じない、別に感じない。メガネ似合う人っていいよね。お、もう最後だ。もう最後に、これは履歴書ですから恋愛の履歴をお気楽に入力してください。了解です。小学生の頃、めっちゃある、めっちゃあるわ。小学生の頃、恋愛以前の問題だった、恋愛とは無縁だった、恋愛に無頓着だった、どれにしようかな。小学生の頃マセガキだったマセガキだった割に、すごくモテた小学生の頃マセガキだった割にすごくモテた中学生の頃マセガキだった割にすごくモテた、全部すごくモテたにしよう。で高校生でしょ、高校生は高校生だらだら生きていた割に、すごくモテたお、結果診断いきます。診断結果へ。出ました、私の恋愛勉強書はこちらです。めっちゃ長いんだけど、めっちゃ長い。じゃあ読んでいきたいと思います。読んでいくよ。氏名奥本ひなの、精神年齢20歳、高っ。大まかな恋愛歴、マセガキだった割にすごくモテた。中学生マセガキだった割にすごくモテた。高校生ダラダラ来ていた割にすごくモテた懲罰、食事の姿勢やマナーが悪くて幻滅させる罪、罰金1万円。寂しい時に優しいだけの男を利用した罪何やそれ、懲役2年。友達の彼氏が素敵すぎて落ち込んだ罪、罰金1万円。性格の悪い女が地獄を見る漫画よく読む罪罰金50万円。羞恥心なく下ネタに乗っかりすぎた罪、罰金3万円。すごい罰金取られてるわ私。資格免許2級免許医師、気持ち分かりやすす検定2級、罵倒技術検定3級。罵倒技術検定2級。イケメン取り扱免許、男慣れ検定2級。どんな検定や。恋愛の器用、さほど恋愛経験がないのに初々しさなし、遊んでいると思われがち最悪やん、最悪やん私。恋愛でのありがちな事情こと恋愛でのありがちな事象みたいな、海やプールでの露出が高い、ボディタッチしすぎもらったプレゼントの値段を検索、好きでもない人に好かれた時の避け方が露骨無理なんだけど、無理なんだけどおもろ、めっちゃおもろいんだけど。大
事なことに気づいた時は大概遅い。感情的になってバリ雑言。すごくいい匂いがしそうに見えるが実際そうでもない。ええ、本気のデート服などの準備が入念。本気のデートは服などの準備が入念。男として見たことなかったと言ってしまいへこませる。私すごい最低なやつなんだけど、どうしたらいいかな。好きなもの、下ネタ、資料分別のある人、サプライズ、イケメンのダメ男、年下なのに尊敬できる人、おしゃれ、シャイな人。何これ最低。あー、ウケる。嫌い、今後についての話し合い、謝ること、スマホを絶対触らせない、スマホを絶対触らせない男、よく喋る男、キスのことをキスという男、約束、既読スルー。確かにキスのことをキスっていう男はちょっと無理かな。私との付き合い方、こちらを不安にさせないことも大事だが、勝手に不安にならないことも大事。愛嬌とシンプルさと見た目をちゃんと良くしていることが肝心。本人の希望記入欄、学歴や知識でマウントを取るのはダサいのでやめてください。嫉妬されても男友達の関係は切りませんので諦めてください。スマホにロックをかけないでください。別れた後の動向を5年ほど追いますのでご了承ください。誕生日プレゼントは3000円くらいのもので適当に。しんど。会う回数、過去希望、月に7回くらい。年齢制限16歳から21歳まで。リアル、何このリアルさ。恋愛ピーク年齢27歳頃、婚妻までのデート回数3回デートして婚妻。あー、面白い。これめちゃくちゃ最低だね。私おもろいな。ということで、私のね、恋愛免許証でした。恋愛免許証が出来上がりました。全部イメージ通り。おい、そんなことないから、そんなことないからな。一番おもろいのは、好きでもない人に好かれた時の受け方が露骨。これはね、間違いない。これ間違いないね。うわ、これみんなにもやってほしいな。ちょっと問題長いけどね、ちょっとめんどくさくない人はね、暇な時ぜひやってみてください。知りたいわ、みんなの。おもろいな。でも精神年齢20歳だから、私よく精神年齢5歳とか言われるけど、全然20歳なんで。結構男には厳しい。そうね、おもろいですね。こちら皆さんもぜひやってみてください。ということで、時間が46分ということで、ちょっと時間があるから、歌えるかな、ちょっと時間あるから歌えるかな。他のメンバーの知りたいね。確かに知りたいわ。何歌おうかな。何歌ってほしい。ちょっと今何歌おうかな。暗闇、おお、いいね、暗闇。ちょよいしょ。暗闇めっちゃ久々に歌うから歌えるか分かんないけど頑張る。Let's go!
よね、暗闇。都会で暮らす友は窓しか見ていないらしい。イエーイ、 STU さんで暗闇でした。ありがとう。あとでも何曲がいけるよ。何がいいですか、何がいいですか。一生と間に何歌えるだろう。了解。一生一生の行こう。どこかで誰かの笑い声がして、風が幸せを運んでくるよ。一人で歩くには不安もあるけれど、世界にはいっぱい誰かがいる。公園の木々たちが太陽の光の下で一つの影を作って、枝と葉と葉が重なり合い共に生きている。何人と出会えるのだろう。この道の脇に植物図鑑を広げたように、いろんな色の花びらたちが混ざるから、こんなに綺麗に見える。周りとは違うもの気づくたび刺激を受けて、自分が分かり始める。他の誰かを知らないのは絶対に問題ない。何人と出会えるのだろう。人生の途中で愛を教えてくれる人、運命的な で仲良くなって、一緒に歩きたくなる。あの日突然横を見たら誰かがいるのかな。あ
ね、思春期のアドレナリンの一番を歌って、ランキング発表をしたいと思います。10番歌ってから、ランキング発表します。いくぜ、ラスト。1番歌ったらランキング発表します。心は私全然眠れないわ。エネルギー余ってる。勉強スポーツ部活だけじゃ疲れないわ。パワー全開。恋でも Hey! してれば Hey! ハートが燃えていたもんね。心が周りにはときめくこともないし、次に向かって燃えるだけは昨日アドレナリン、表情は一発最強。不可能なことはない、ワンスピンでだ駆け巡るアドレナリン。今なら空だって飛べる。今何をするべきか、ワンスピンでだ歌って踊れ。おお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 それではランキング発表したいと思います。ノリノリでできるね、ランキング発表。13位足高さん、ありがとうございます。12位リカさん、ありがとうございます。11位リチさん、ありがとうございます。10位純太郎さん、ありがとうございます。9位エイタさん、お変わった。13位デロさん、ありがとうございます。12位イチさん、ありがとうございます。11位ナッツさん、ありがとうございます。10位ヒロイさん、ありがとうございます。9位純太郎さん、ありがとうございます。8位スノーさん、ありがとうございます。7位エイトさん、ありがとうございます。6位お前だキュンです、ありがとうございます。5位キラキラ星さん、ありがとうございます。4位ケンオパチさん、ありがとうございます。7位 MA39 さん、ありがとうございます。2位ひろゆきさん、ありがとうございます。1位は、大ちゃんでした、ありがとうございます。大ちゃん、ありがとう、ありがとうございます。キャッチフレーズをしたいと思います。もっともっとって言ったら、くもっとって言ってください。いきますよ、もっともっと、あくもっと、ありがとうございます。今と元気を届けます。広島県から来ました17歳のんのんことくもっとひやんです。よろしくお願いします。イエイ。皆さん、今日も見てくださってありがとうございました。明日も今日とね同じ時間でいきたいと思いますので、ぜひ見てください。明日もね同じ時間でしたいと思いますので、ぜひ見に来てください。7時からです、一発目は。ということで見てください、よろしくお願いします。叫ぶだけは純気のアドレナリン、少女はいつだって最強。不可能なことはない、ワンツースリーでだ歌って踊れ。おお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 それでは皆さん今日もありがとうございました。また明日朝からお願いします。バイバイ、おやすみ。3、2、1、0。アデュー。バイバーイ、おやすみ。おやすみ、おやすみ、バイバーイ。